明日の式のために厨房の準備を。なんと戻ってきたか。教母様は留守だ。コーバラーに行って本人に頼んでくれ。全てがイナリウス様の予言通りになっている。彼は間もなく自由の身となってサンクチュアリを抜け出し天界へ再び帰るだろう。街中では無理だ。命はもう長くない。よく聞くんだ。仲間の一人のアビタス卿が山の麓にある琴で殺された。彼の死体を納骨堂へ運んだが、吸血鬼として蘇った。私以外みんな全滅してしまった。頼む、彼を殺してくれ。怒りが切れそうだ。これは何だ。
越権を望んでいるのなら勝ち取るのだ。我らの敵を倒せ。この山に出没する氷の一族のカズラを打ち砕き、その骨を供物として持ち帰るの。そうすれば族長もお前のことを認めるだろう。我々は古の民をたたえ、その知恵を預けるためにこういったものを飾っているのだ。頭蓋骨は常に死が身近にあると思い出させてくれる。彼らの死であれ、自分の死であれな。保管場所を確保している頭骨がある。収集家カウラーという妖刀の獣のものだ。北の地で殺しを続け、我が仲間を糧としている。カウラーは我々に挑戦してきている。あいつの醜い頭を持ってきてくれれば一族を挙げて感謝するぞ。任せてくれ。クラバのお召しにより来た。門を開けろ。みんないい兵士だった。よく働き、よく戦い、酒もよく飲んだ。兄弟、姉妹たちよ、炎の中で安らかに眠れ。ビーゴ、ここで何をしている？おお、生きていたか。ブラバ様に賄賂のことを告白したんだが、そのまずいことになってな。窮地に立たされている。プラバ様に見捨てられたら首もありえるぞ。プラバ様に会いに来たんだろう。一緒に行ってくれないか。お前がいれば処分も軽くしてくれるはずだ。お前の罪に耐えうるものは少ない。あれ、教母様がお待ちだ。ビーゴ、新しい監視隊長に戦力を補充させるのです。
戻りましたか。ビーゴから聞きましたが、彼以上に勇敢のようですね。まず祝福を受けるにふさわしいものにならなくては、信心深い軍隊なしに聖戦に勝つことはできません。この戦争は紛れもなく神聖なもの。リリスはサンクチュアリに永劫の戦いをもたらしました。予言の通り、イナリウスは私たちを解放するでしょう。それまではそれぞれの役割を果たしましょう。アラバスター修道院に巡礼するのです。魂を清めなさい。祝福の話はその後にしましょう。それについてドナンから聞いています。イナリウスはなぜ奴と戦わないのだ。予言によれば、戦いは地獄で起きるとのこと。攻撃はそこで行う必要があります。それについてドナンから聞いています。イナリウスはなぜ奴と戦わないのだ。予言によれば、戦いは地獄で起きるとのこと。攻撃はそこで行う必要があります。西に秘宝が収められた祠がある。何でも人の罪を拭い去ってくれるらしい。ただし体と魂への負担が大きくてボロボロになる。その代わり浄化され神の御前に立てるようになるんだ。心に多くの後悔を抱えてなければいいのだが、この手のことは一部の者にとっては命取りになりかねない。用心しろ、いいな。道の終わりで待っている。必要だ。届かぬ場所をさまよいし闇の眷属よ、その罪に光を当て清冽なる空気を深く吸い込みなさい。食材の道は
そこを歩む信仰心がある者の前に開かれます。光の届かぬ場所をさまよいし闇の眷属よ、その罪に光を当て清冽なる空気を深く吸い込みなさい。食材の道はそこを歩む信仰心がある者の前に開かれます。そして氷の冷たさを感じなさい。肉の苦悶こそが魂を清めるものなれば、痛みを受け入れるのです。どのような苦痛にも負けぬほどに信仰心を高めなさい。回しなさい。我らのなんと小さなことか、己の卑小さを思い知るのです。偉大なる父は我らに道を示してくださる。だからこそ神に祈り、自らの身の程を受け入れましょう。
間もなく終焉が訪れます。信仰を見出しなさい。信仰によって己がうちの空虚が満たされるのを感じなさい。我らは信仰なくして存在しえない。光にすがりつき、そのことを思い出すのです。罪人ではありません。でもあの賄賂は私のせいで良き兵士たちが命を落としました。私は人間としてもう変わらないのでしょうか。どうか、くそ、祈ってるのに心が落ち着かないのはなぜだ。無事か。そっちはうまくいったようだな。ブラバから連絡。そんなことより、お前はもうすぐ政府イナリウスに会えるんだぞ。帰ってこない奴もいるからな。大したものだ。強い酒をおごらせてくれ。